はいどうも、ふめだよです。今回ですけど、自分の、使ってるですねツム、使用頻度ランキングやっていきたいなと思います。ということで、まあ、今回トップ3紹介するんですけど、まあ、番外として第4位はキャプテンライトイヤーでございます。はい、皆さんこのツム1位か2位になってるんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、皆さんの使用頻度ランキングトップ3もですね、ぜひコメントで教えてください。まあ、各々ね、大好きなツムとか、強いツム使ってるんじゃないかなと思いますけども、はい、ちょっと統計みたいの取ってみたいんで、よろしくお願いします。では第3位やっていきましょう。ジャック&サリー、こちらがね絶賛強いっすよね。低スキルからも使えるし、まあそこまで難しくないんで、まあなあなあにやってもまんまい出せるし、普通にコイン補正値がやっぱえぐいっすね、このツムは。やべ、なんかジゼル見づらくない？ちょっと下ってる気がしますが、頑張りましょう。まあ、自分使って1万2000とかは平均出るんかな。大体。で、できれば、スキル中にですね、何をしたいかっていうと、重ね掛けをしたいんですよ。この重ね掛けでだいたい1回500、600コインぐらい入るんで、そこをね頑張りたいんですけど、よしよしよし。で、あとはそこ以外でチェーンもですね、まあ、できればできればですけど40勝強を目指す、まあ35ぐらいかな、目指してやるといいんじゃないかなと。なんで、溜まってた。よし、ほら強いっすよね。この37秒でもう5000、6000とかっすよ。1万3000ぐらい行こう。いいね、いいね。クソ、チェーンできんかった。さて、迷っちゃったけど、違うよ、ジャックなぞってたよ今。ジャックなぞってたんだけどな。いや、ナイスだ。あいつ、いやでもあれだな、重ね掛けいかんかったっすね。来たかったっすね。行ってればもうそこで万枚は言ってましたって感じですけど、はい、さあ1万3000はいけそう。重ね掛けいけるよねこれ。あぶね、ギリギリいけた。あと1回スキル使いたいですけど、重ね掛けでね、ちょっと厳しいかな。タイムボムあるけど、
無理でした。12,000枚ということで、もうワンフィーバー行って14,000ぐらい目指したかったですね。おいということで、まあやっぱ強えなというそんな詰めですね。では第2位は誰なんでしょうかということで、誰だ、まあ皆さん分かってるパイロットルークです。パイロットルークマジ楽しくない？パイロットルークマジ楽しいんですよね、使ってて本当楽しいし、コイン稼ぎ強いし、個人的にはね使ってて一番楽しいのはやっぱパイロットルークかな。パイロットルーク使ってればつむつむ結構実力上がると思うんですよね。難しいのはあるんですけど、本数もまあ大体1万枚は余裕で超えてくるようなそんな性能なんですけど、たまにやらかします。まあ平均で言うと1万1000とかいけてんじゃないかなと。タイムボム運で少し左右されてしまう感じはありますけど、今のところ1個も出てないけど、まあ、それでもまんまいけるからね。ああ出た、そう最悪、それは最悪。はい、さあ30秒、まあ、約5000ということで、まあまあなペースでございます。まあ、このツムは基本的にはですね、ここのロンチェをいかにできるかっていうところで、 R2D2 は基本重ねがけでしか使わないってところですかね。使ってて意識してるところは、やべ全然ロンチいかん、いやーもったいないことしたな。これまあ中央どっか行くか、いいね33。でパイロット力が R2D2 スキル中にですね溜まっても、そこはやっぱ発動しないで置いてもらった方がいいっす。いいね9000枚。ドッカン行くか、真ん中ドッカンっていうほどないけど、11,000、ロップね500、まあこんなもんですね。強すぎる、そして楽しい。この若干このルークが全然たまらんかったりっていうところで、 あのストレスはあったりするんですけど、まあ、でもね基本はあの R2D2 1回に対してパイロットルーク2回っていうペースで回ってるので、そこまで苦じゃないかなと思います。はい、ということで第2位はパイロットルークでございました。ということで第1位はもちろんナミネでございます。まあコイン稼ぎ最強すぎてもうやばいっすよね、このツム。
はい、皆さん持ってますか？まあちょっと3階にすれば普通に来んのかなと思ったけど、今回来なかったんで、まあいよいよいつ来んねんって話になってきてるとは思うんですけど、どうなるんすかね、マジで。このツム6階謎にできればそっちの方が強いんですけど、最近はやっぱ5階謎に強えなっていうことが、まあ、なんだかんだ分かってきたと。楽だし、長期とか長時間やる分には特にですね、逆に5回なぞりで40消去以上を丁寧にやっていった方がですね、全然疲れずに、あ、やべえ、やっちゃった、疲れずにいい感じに稼げたり、するんでね。まあ6回できたことには越したことはないんですけどね。よっしゃ、大粒ナイス。大粒ナイス。めっちゃループするけど、うわー、繰り越しできんかったな。おい、さあ1万枚、まあ1万2000ぐらいか、1万2000いかないかな。いや、モアフィーバー行きたかったね。あーは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 ー、嘘やろ、嘘やろこのフィーバンインした意味があんまなかった。はい、っていうことでね、いやー、やっぱなんだかんだナミネはね、強いっすね。ゆっくりやっても3倍。いや、マジでね、今年入って倍率マジいいっすね。まあ、51倍は未だに出てないんですけど、まあ、2倍以上がね結構出てますね。自分、皆さんどうですか、その辺もちょっと聞きたいんですけど。はい、ということで、自分の使用頻度ランキングはこんな形でございます。はい、まあ使いやすさとか使ってて楽しいっていうところも、まあ一応自分は重視して遊んでる感じです。ただ強けりゃいいっていう感じではなくてですね、使い心地、楽しさ、まあ、その辺も重要になってきますので、はい、まあ参考にしてもらえたらなと思います。それでは最後までご視聴あざした、バイ。喜びが